こんにちは、軽動物治療センター佐野です。今回はハムスターのことについて第6回目パート6、病気のことについてお話したいと思います。で、まあ、病気にはいろいろあるわけですけど、まず1番目の皮膚疾患についてお話します。で、まあこれ一番多いのは細菌性の皮膚炎とか皮下膿瘍、皮膚の下に膿が溜まってしまうと、これが一番多いですね。で、これ原因はケージの中での損傷とか、それから複数で飼っている場合の咬傷、噛み傷での発生、それからあと飼い方に問題があって、要は不衛生な飼育環境が原因となって起きる場合が多いです。で、まあ細菌性皮膚炎の場合は脱毛して、まあ、皮膚が赤くなってくる発赤って言うんですけどね。それから皮下膿瘍の場合は膨らんできます。で、そこに膿が溜まってきます。それからあと、まあ、皮膚疾患としては栄養性の脱毛、要は栄養のバランスが悪いためにタンパク質とかビタミン、ミネラル、これが単独で不足してるか、複合的に不足するために脱毛が起こることもあります。から場合によったらそれが全身に起きてね、でそこの皮膚が油っぽい状態になることもあります。それからまあ皮膚疾患では、まあ、寄生虫による皮膚疾患もあります。だからまあちょっと写真があるんで、見えますかね。これは皮下膿瘍、まあ、この辺は皮膚炎ですね、まあ、アレルギー性皮膚疾患っていうのもあります。これは大抵ね、床材が原因です。それからこれはちょっと皮膚が油っぽくなって脂漏性の、まあ、皮膚炎ということが起きることもあります。それからあと寄生虫ですね、まあ、寄生虫感染、いろいろあります。そういったことで起きることがありますね。で、まあまた最後にお話しますけど、そういう時の治療薬、また予防にも使うんですけど、モキシデクチン、これは砦の時にもお話ししたんですけども、モキシデクチンっていうお薬、ノーベル賞を取った先生がいまして、 4,5 年前にイベルメクチンっていう薬ね。で、それの進化した薬がモキシデクチンですけど、それもハムスターに使います。とてもいい薬です。で、まあ、大体有効期限っていうか効いてる期間は1ヶ月ぐらいなんで、まあ、ここにかかってる当病院にねかかってるハムスターの子たちは1ヶ月に1回ぐらいそのモキシデクチンっていう薬をつけさせてもらってますね。はい、続いて消化器疾患で、消化器疾患は、まあ、ここでもやっぱ寄生虫が絡んでくることが多い。そうするとさっきのセラメクチンが効いてきますね。で、まあ、それによって下痢したりすることもあります。で、やっぱハムスターも基本的には下痢しない動物なんですけど、下痢してくるとやっぱり、ね、体重も落ちてきて、そのうち食欲も落ちてきて、亡くなっちゃうケースも多いので、でも下痢する前にやっぱり観察してると便の数が減ってきますから、早めに相談、検便をすると、そうすると早く手が出ますね。それから、まあ、消化器疾患の中に含まれますけども多いんでね、口腔疾患と書きましたけど、要はこれは不正交互、噛み合わせが悪くなるということで、多いのはやっぱ前歯です。圧倒的に圧倒的に何かな、金網ケージで飼ってる子に多いですね。で、それで前歯が折れてしまう。折れるだけならいいんだけど、折れて歯の根っこ、要はハムスターは生涯成長し続ける歯、上生歯って言うんですけども、だからその根っこを傷めちゃうとそこが伸びてこなくなっちゃう。そうすると一本伸びてね、伸びてこなくなっちゃうと、この下の歯が噛み合わなくなってどんどん伸びてきちゃうから、定期的に歯をカットしなきゃいけないということも起きてきます。から続いて、まあ、そうか、あと口腔疾患になるか、
頬袋が出ちゃう子もいますね、時々。で、まあ、この頬袋、左右にあります。そこに何らかの原因で炎症が起きたり、それから、膿が溜まったり、そういったことによって、頬袋が反転してきて出てきちゃう。こんな感じですね。見えますかね。こんな感じ。こんな感じで出てきちゃう子もいます。まあ、これも、ちょっと簡単な、出てきた頬袋をきれいに洗って、戻して、それからちょっと麻酔かけて塗ると出てこないように、そういったこともします。それからまああと消化器疾患にも含まれるかな、まあ、肝臓の病気も時々あります。次に呼吸器疾患で、呼吸器疾患ではまあ気管炎、気管支炎、肺炎になったりする子もいます。そうすると呼吸が早くなってきますから、なかなか気がつかれないケースが多いですね。ただそうなってもハムスターって、まあ、咳はしないですね。クシュッとか鼻をぐじぐじすることはあってもなかなか咳はしないかなと思います。続いて循環器疾患で、これは高齢のハムスター、高齢というと、まあ、1年半以上のハムスターに多いんですけども、心臓病で、レントゲン取ると心臓が通常よりも 150% 以上になっている場合があります。それで呼吸もそういう子は早いですね。だからまあそういう場合には食欲さえあれば、その心臓の、ね、機能を高める薬、心臓の収縮力を高める薬、それから全身の血管をちょっとだけ広げて血の流れをするような薬を使うとコントロールできる子もいますね。からあとちょっとくらいぽっちゃりならいいんですけど、あまり肥満だとやっぱり心臓に負担かかる可能性はありますね。から次に泌尿器疾患で、泌尿器疾患で多いのは炎症、膀胱炎とか尿道炎で、膀胱炎尿道炎だけであれば治ります。ですが、まあ、膀胱の中に石があると、そうなるとなかなか厄介ですね。お薬だけでなかなか治らないこともあります。そうすると具体的には外科的手術を、ね、外科手術をして膀胱から石を取り除くということも必要な場合もあります。ですが1年半以上の子は手術は私はしないですね。寿命が2年ということなんで、1年半の子を手術してっていうのはなかなか難しいから、薬でコントロールする、点滴などして尿量を増やす、そういったことを していくと思いますね。はい、続いて生殖器疾患で、これで多いのはやっぱり他の動物と一緒で、女の子のその卵巣子宮疾患で、まあ子宮内膜症になって膿が溜まってきたりとか、それからまあ子宮のがんとか多いかなと思いますね。そうすると陰部から出血してきたり、それから出血じゃなくてオロっていって、なんか臭い液が出てきたりします。それからあとはホルモンの関係で左右対称性の脱毛になったりする子もいます。それからあとは感染症で、ここで気をつけておかなきゃいけないのはサルモネラ症って言って、サルモネラ菌が原因で起きることがありますんで、ハムスター触ったら、ね、お掃除した後はよく人間の方がね、手洗い消毒をしてほしい。から眼科疾患で、眼科疾患ではハムスターはまあ視力がまあ弱いということですね。でその代償としてまあ嗅覚と聴覚が優れてます。で目ですけども、特にジャンガリアンかな、眼球を支えてる筋肉っていうのがあるんですけどね、眼球後陰筋っていうのがちょっと緩いというか弱いというか、だから眼球が飛び出したことが時々あります。それからあとは、まあ、神経筋骨格疾患として、まあ、骨折は時々あります。だからそこもなかなか年齢によって治療法は変わってくるわけですけども、外科手術できる子では外科手術、もしくは内科的な治療、内科的な治療でいうと金網ケージで、もし飼ってる子であれば金網ケージをやめて水槽ケージ、プラスチックケージで飼っていくということになります。それから癌ですね、腫瘍
で悪性のものが癌ですけども、これも多いですね。でこれもやっぱり1年半前か後かで分けるわけなんですけども、対象にできるのはね分かりやすいかと思いますけども、これがですねかなり大きくなるケースがありますね。ハムスターの自分の頭の2倍ぐらいのものがこう体の横に膨らんでできてると、それで連れてこられるケースもあります。ただ若い子であれば手術して良くなるケースもありますが、その取った腫瘍をね病理検査で送りますと、これがやっぱりかなり大きいのだと悪性の場合が多いかなという気はします。ただあまり大きくてね生活に支障が出るほど大きくなるケースもありますし、また皮膚がもう持ちこたえられなくなってね、悪性であると成長が早いですから皮膚が持ちこたえられなくなって皮膚が破れて、そこからね空気中の細菌とかカビが入ってぐじゅぐじゅぐじゅと産んでくる場合もありますんでね、そうするとなかなかね辛いですよね。とまあ簡単にこんなような病気がありますが、こういった病気の予防は前回か前々回でお話ししましたけども、健康チェック表をつけるということですね。そうすると早く発見できます、どの病気も。だからがんに関しては皮膚にもあるし、消化器にもあるし、口の中もあるし、呼吸器、循環器、泌尿器にもあるし、生殖器にもあるし、目にもあるし、まあ、骨にもあります。どこでもがんは起こります。ただ体表にできる、皮膚にできるがんは、まあ、見つけやすいかなとは思いますけども、どのステージでも起きますんで、早期発見、繰り返しますが健康チェック表、観察表をつけるということがいろんな病気の予防になるかと思います。それとあとセラメクチン、ハムスターセラメクチンじゃないか、オキシデクチン、ごめんなさい、オキシデクチン、このノーベル賞を取ったお薬がイベルメクチンですけど、それの進化した薬もオキシデクチン、これが予防薬として使えます。だからぜひとも相談してもらって、これが月に1回つけると、ね、いろんな病気の予防になるかなと思いますということですね。まあそんなところで、からそうか、あと病気じゃないけど疑似冬眠をさせないということね。だから5度以下の環境で飼っちゃうと冬眠しちゃいますんで、なんていうのかな、そういう環境にしないと、5度以下にしないと。あと複数で飼うと共食いというか喧嘩しちゃいます、大抵喧嘩します。でひどい時には相手が死んじゃうぐらいまで噛んじゃうこともありますんで、ハムスターは基本的には1匹ずつ飼った方がいいですね。で繁殖をさせようという時であれば1週間ぐらいだけオスメスを一緒にしておくといいかなと思います。はい、じゃあそんなところでハムスターの第6回パート6終わります。まあこれでハムスターは大方終わりましたけどもね、また違う動物もなんかアップできればいいかなと思います。じゃあ失礼します。